よっ。先行きます。危ないから。ここが道路跡だね。上の方がいいや。よいしょ。うわ、水がすごい。水がすごい。映りますよ。こっち向かないでね。するよ。ここですね。焼いたトンネル。中真っ黒。わあ。ひんやりしてる。お、雰囲気めちゃくちゃありますね。向こう塞がってますね、やっぱりね。この夏来たら涼しいでしょうね。うん。霊気は霊気だけど、嫌な霊気じゃないですよね。トンネル特有の涼しいっていうか寒いような霊気ですね。まあ多少の落書きはあるけど、比較的綺麗なとこですよね。ここに誰か隠れたら怖いな。
なんか向こう影がなんかこっち来るでなんか怖いよね。後ろから映ってあるけど、そういうひどい落書きじゃないよね。だからなんか綺麗だよね。あまり下品でもない。なんかこっちもぶち破りたい感じするけどね。どのくらい熱いですかね。こっちだけどコンクリートでしょ。コンクリート。こっちぶち破るの無理だからね。なんか変なもん当たるし。そんなこと貢ぎ物が貢ぎ物。もうコンクリートが完全に塞いでありますね。ドキュンが向こうから HID を持ったドキュンがやってきます。向こうから人玉がやってくる。人玉やってくる。大きい人玉が2つ来た。なんか感じます？感じない。お？そう。向こうじゃ嫌ないの？なんか喋ってんじゃないの？ここ何も感じないの。別に普通のとんでも寒い冷気。霊的なはないんで。おーって聞けた？え？おーって聞けた？
そういうわけか。ここは結局はでしょ、あの新しいトンネルできたから、新しい道できたから、いらない、うん、雨漏りしてるんかな。鍾乳洞みたいになってますね。うん。なんかちょっとなんかたまになんかピチャって。ピチャピチャピチャ。うん。してるが。つらができてます。なんか黄色っぽい。これね。そういうやつだと思うけどな。濡れてるし。流れてますね、うん、結構な量、あ 外の水でしょ、水どこから湧いてるんですか、山の方からじゃないかな、あ水、うん、流れてるから、向こうに人玉がいっぱいいます。奥から多数の霊が喋りながらやってきます。ここは湧いてる。湧き水。水が湧いてます。行きますね。すごい湧いてますよ。ライトで湧いてるよね。すごいすごい。別に水道管あるわけじゃないよね。あ、水道管ないよね。破裂してる。でも破裂してたら。わかりますよね、こんなに漏れてる、うん、ボコ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 ってしたから、あれ、うん、石どかしたら抜けくれます、うん、じゃあそこを埋めてください。冷たい？全然冷たくない。湧き水とか？水道か？昔こっちの人に一本あって、それが来たかもしれないし、それが腐ってあったかもしれないし。そうだ、面白いですね。バッと行くかもしれないですね。うん、そしたらバーッていっちゃうじゃないの。そうですよね、うん、
外と中全然違う。雰囲気すごくいいところ。うん。なんか映像で見るとあれっぽいね。犬鳴きっぽいかな？犬鳴き。犬鳴き。犬鳴き？うん。犬鳴きも。ああそうですね。なんか最初汚かったけど、なんか綺麗にしたとか言ってるからね。やっぱりここにずーっと行って、どんずきこうにコンクリート塞がってるでしょ、うん、ここだとこうやって経験してるふりしてる。あるな。こっちへおいで。こっちへおいで。Thank you.